こんにちは、セラです。です今日はセラの1週間コーデー、イエーイ。まずは月曜日、じゃーん。はい、月曜日はこんな感じ。こんな感じ。このふわふわのアウターに、なんていうんだ、なんていうんだ、これなんていうんだ、こんな感じです。はい、脱いだらこんな感じ。はい、ここみちゃんいかがですか、月曜日のコーデ。シャレだと思います。あ、シャレだと思います。お、シャレだと思います。ね、自信。しーちゃんだけ揺れてたの。はい、どの部分がおしゃれですか、ここみちゃん。色的におしゃれ。あー、最近こういう色好きね。色とか上と下のバランスがいい。ありがとうございます。火曜日じゃじゃん、こんな感じですね。ちょっとね、そうだね。足寒くない？寒いよ。タイツ寒くない？これおすすめです、めっちゃね、めっちゃふわふわして。そのスカートさ、チェーンのベルトがあるよね。あります。つけたらさらにおしゃれ。色の組み合わせいいですね。ね、ね。え、じゃあ次、レッツゴー、レッツゴー。水曜日はこちら、ウェンズデーはこちら。あ、限界だ。はい、はい、こんな感じです。ポイントはどこですか。ポイントはあのこれです。ワンポイント欲しいっていう時に着ることでかっこよく見せれます。ここみちゃんどうぞ。下の組み合わせに上の上着を着るとなんかさらにおしゃれ感が出るのかな。いいと思います。なんか顔赤いよ、ここみちゃん。大丈夫。木曜日、木曜日、じゃじゃん、クマですね。クマです。はい、こんな感じです。上はトレーナー。どうですか。とてもいいと思います。ちょっと明るっぽい色に大人しめの色、最高ですね。どうぞ。うーん、はい、上は明るめな感じ、下はこの地形の感じ。いいですね、最高ですね。はい、これです。それさっきしーちゃんが言いました。あ、そうだ、言ったんだ。じゃあ、金曜日、はい、どうですか。いいじゃないですか。ポイントはどこですか。ポイントはズボンです。あえて短いのにしました。ちょっとお肉がたくさんついてるので太く見えちゃいますんですけども、どうですか。はい、ということで金曜日のコーデね、ベルトをつけてみました。どうですか。アドバイザー、なんか今までとは、が違う感じでいいなと思いました。はい、はい、ということで今回は5日間コーデをしてみました。はい、どうでしたか。どうでしたか。皆さんはどれが一番気に入ってますかね。はい、ここも1番です。しーちゃんは1番。月曜日、月曜日のあのふわふわさかわいい。私が着る。似合うじゃないですか、ここみちゃんも。今日のところはこの辺で、今日のニヤネじゃんけん、スペシャルグルじゃんけんぽい、負けた人はパーだよ。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録もよろしくね。Twitter、Instagram、TikTok のフォローと LINE 追加よろしくね。バイバイ。
お願いします。こちらの